虹三次農業高校は設立2019年、宮城県にある農業高校です。自由な校風で部活動が盛ん。野球部は前年度も VTuber 甲子園に出場している強豪校です。農業校特有の豊かな自然を生かした練習環境で、選手たちはのびのびと実力を伸ばしています。虹の野球部の舞本圭介監督は、パワープロの経験値と確かな野球知識を生かしてチームを率いてきました。それでは、舞本監督のインタビューです。そうですね、正直入部した時にはどういう感じになるのかなっていうビジョンが全く見えないくらい本当に困った子が多いチームで、今年の年は特に、いやどうしたもんかなと思っていたんですけども、やっぱ練習に取り込む姿勢一つ一つから始めていって、でやっぱり試合一つ一つを経験していくことで悔しさだったり、やっぱり自分たちの力のなさを、選手もそうですけども私自身も経験してバネにすることで成長していったチームかなと思います。なので思っていた以上に強いし、こう締まったチームになったなっていうのが今の感想ですね、はい、そうですね、強みはやはり自分の中では今のチームで言うのであれば団結力で、特にバッテリー間の信頼関係っていうのは他のどのチームにもないものがあるのかなと思います。ずっと1年生からキャッチャー務めてくれたメモリー、そして、3年の途中からは中継ぎになってくれた星川、で2年生エースの不破、この3人は特にやっぱり絆っていうものは強く感じますね。で他のメンバーがその3人の絆をうまくサポートできるよう必死になって作ってきたチームだと思うので、そこが強みなのかなと思います。注目点としてはやっぱりキャッチャーとピッチャーになると思いますね、はい、そうですね、やはり、星野のメモリー、そして、エースの不破、中継ぎの星川、そして、外野のかなえ、くずはのライン、この2人がやっぱりチャンスを作ってチャンスを返す2人だと思いますので、この2人にも注目してほしいなっていうのと、あとやっぱり場外ホームランを放った、底知れないパワーを持っている鈴原にも注目してほしいなと思います。正直今のナインは本当にできた子たちなので、二遊間の葉山とニュイであったりも本当に頑張ってくれてますし、サードのレビンも本当に途中からのコンバートながら打てる子に育ってくれたので、全員が注目選手ですね、はい、そうですね、正直 A リーグに入った時にはどうなんだろう、正直経験値という面においては私の方が監督歴は長いので、どういう采配取ってくるのかなと思って見てたんですけども、やはり新人監督ならではの采配というか思い切った采配を使ってまして、でやはりその新人監督の気持ちに応えるかのように選手たちがこうしているなっていうのは感じてますね。特にそうですね、王立ヘレースターの全体的なまとまりもそうですし、特に乾アンジュのラインはめちゃくちゃ強いと思います、で忘れちゃいけないのはやっぱりそうですね、デローン監督の VR 関西は正直今年の夏優勝候補だと思ってますので、まあ、私の方が、まあ、監督としては先輩であるんですけども、胸を借りるつもりで戦いたいなと、大会ナンバーワンの投手控えてるんでね、胸を借りるつもりでどのぐらいうちの打線が通用するのかなと、逆に私の方も楽しみしております、はい、まあ高校野球においては、まあ、やはり選手のスカウトということに関しては、非常に大事ですし、もちろんね、いい選手は我々のところでこう育てたい、面倒見たいっていう気持ちがあるんですけども、そうですね、タコ、そうですね、まあ現在高野連に参加しているその二三次内、そして外のところにも正直声をかけに行ったのは事実でございます、正直その点においては、配慮が足りなかったのかなと、
思う部分もある感じているのは事実ですね。大変申し訳ございませんでした。はい、一応 VR 関西さんの方にも私足を運ばせていただいたんですけども、その時に、たまたま練習試合を行ってまして、どんな選手がやるのかなと思って、一応自分でもノートを取りながら、いい選手いるのかなと思って見ていたんですけども、会場に足を踏み入れて一番最初に聞こえていたのが怒号でして、そうですね、練習試合なのにその声のかけ方はちょっと違うんじゃないかなっていうか、練習試合でそのバトンが繰り広げられたら本番どうなってしまうんだろうって、ひよってしまったのは事実ですね。はい、でもスカウトしに行かなかったというよりは、ちょっと、なんていうか言葉は悪いんですけども、引き抜いたらやばいんちゃうかなみたいな、そういう感じですかね。はい、はい、まず監督としてですけども、本当に、3年間どうなることやらと思って見ていた子ですけども、本当に強く育ってくれたので、その子たちがね、伸び伸びプレーできるよう監督として全力で勝利を目指して頑張っていきたいと思っております。そして、ここからは企画主催者としてですけども、本当にたくさんの方に、ご迷惑そしてご協力いただいて、本当に大会そのものが開催できたので、本当にまずそこの点に関してですけども感謝したいですね。本当にありがとうございます。舞本監督の熱い指導で輝く虹三次農業高校野球部 A リーグは8月14日金曜日15時から試合開始です。虹三次ライバーたちの発揮を追いかける熱い青春、虹三次甲子園、まもなく開催です。